ひどい。2時46分頃、番組の途中ですが、ここで地震に関する情報をお伝えしてまいります。2時46分頃、ここフジテレビがありますお台場でも大きな揺れを感じました。で現在も大きく揺れています。スタジオの中にあります照明、上から吊られております照明が大きく揺れています。現在各地の震度をご覧いただいています。現在手元に入っている情報によりますと、宮城県北部が震度7、宮城県北部が震度7という情報が入ってきています。まず、家具などの転倒に気をつけてください。揺れが大きい場合、テーブルなどの下に潜るのが安全です。揺れています。かなり大きく揺れています。皆さん本当に落ち着いて行動してください。かなり大きな余震が来ています。落ち着いてください。また東京台場でも大変大きな揺れを感じています。大変大きな揺れです。皆さん建物の柱、それからですね、不要な方はですね、まずは身の安全を確保してください。たった今ですね、東京も大きく揺れました。余震が来ました。今電話をつないでいました。東京大学地震研究所の笠原名誉教授によりますと、大変大きな余震がですね、続けてくる可能性があるということでして、どうかですね、津波警報の出ています沿岸地帯の皆様、直ちにですね、台場です。猶予も置かずに逃げて避難していただきたいと思います。